全ド全力 TV 恥ずかしい。リリースの松井です。ラロネンの藤岡です。本日はドライヤーの比較検証をやっていきたいと思います。で、美容師なのでメーカーさんとかとお付き合いもあるんですけど、今回は全く忖度なしで、比べていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではご覧ください。どうぞ。美容室でも、まあ、もちろん扱ってはいるんですけど、一般でも買える、お客様からもよく問い合わせの多いドライヤーを一応ピックアップして比べていこうかなと思っているので、参考にしてもらえると嬉しいです。ノビーです。よくある、サロンで使われているタイプの業務用ドライヤーっていう感じですかね。軽いし使い勝手もいいし、見た目もシンプルなんで、結構どこの美容室でも置いてあるのかな。そうですね、うちでも使ってますね。ね、結構 10年以上前からもうある長い歴史があるドライヤーですよね。なんかこれがスタンダードになってるのかなっていう、うん、はい。続いてご紹介するのが、レプロナイザー 7D プラスですね。はい。阪急百貨店とかでも、売られておりまして、髪の毛がこう傷まないとメーカーさんが歌っていることで、こうとても話題となったドライヤーになります。ね、バイオプログラミングでしたっけ、なんか髪の毛にいい電磁波が出てるみたいな。そうですよね。はい。じゃあ続いてはレプロナイザー 3D プラスです。さっきの 7D の、まあ、旧型になるのかな。まあ、見た目はちょっと僕的にはガンダムみたいなあれかなと思ってるんですけど、こちらも同じバイオプログラミングで、髪の毛をきれいにしていくっていう歌ってる、ドライヤーさんです。これでも一番気になるのが 3D と 7D でどんだけ変わってんのっていうのがやっぱだね。だね、気になりますよね。うんうん。まあ最新商品だけじゃなくて、ちょっと比較対象として今回は出してるのもあるかなって感じです。はい。はい。続いてご紹介するのが、ホリスティックキュアーズで RP レシピですね。ホリスティックキュアの中の一番最高峰のモデルになっております。はい。なんかこの辺すごいですね。なんか、はい、はい。続きましてリファです。とうとうリファもドライヤー出しちゃいました。結構見た目の高級感は他の5種類に比べてもまあ十分あるかなっていう感じでね。ちょっとスイッチつけてみますね。まあまあ風量もある。音もまあ平均的なのかな。うるさくもなく、ドライヤーってこんなもんだよねって音ですね。1200ワットと600ワットで、変えれるので、基本的には一般で売られているドライヤーと比べると風量は強い方なのかなと思いますね。で、こちらのボタンで温風と冷風の切り替えができるようになっております。ちょっと一回押してみます。こんな感じです。次に結構強くなりましたね。じゃあ次3マックスです。はい。3までいくと結構音はさっきのノビに比べるとちょっとうるさいかな。でも風量はしっかりしてそうって感じしますね。そうですね。結構こちらの1個前の 3D や 2D のレプロナイザーも一応僕使わせてもらってるんですけど、うん、ちょっと風量がやっぱり少し業務用にしては足らないかなっていうところがあったので、まあ、そこもちょっと改善できて、まあ、髪の毛をきれいに、まあ、サロンでもちょっとこう扱いやすくっていう面にはなってるのかなと思います、うん、はい。クールです。ロー、
はい、うん、さっき藤岡さんが言ってたみたいにちょっとセブンディープラスよりかは優しいかな。うん、音の大きさもノビーとそんなに変わらないかなっていう感じでありますね。まあ、クールもボタンを押してやるタイプ。光ってる、はい、赤く光っております。でこれ赤く光ってる時がエアリーモードで、ちょっとボタン変えます。ここですね。で青く光ってる時がモイストモードになってます。でこれも後ほどご紹介します。で次ちょっと風量を強さ変えてみます。少し弱く、すごい静かに。これ出てんの？はい、これキュアモードです。これ出てんの？はい。ちょっとおじさん的には壊れたって思いますね。びっくりしますよね、うん、ちょっとじゃあ紹介していきます。まずこのキュアモードなんですけど、簡単に、まあスカルプモードと別名、言われておりまして、まあ、髪の毛あの艶をより出したりキューティクル締めてくれる効果と、頭皮を健康に保ってくれるっていう潤い効果がございます。はい、でこの青いモイストモードなんですけど、こちらはまあしっとりさせますよっていうモードになっております。まあ、くせ毛の方とか、まあ、髪の毛広がりやすいよっていう方におすすめですね。でこの赤い方がエアリーモードで、まあサラサラっとしてくれるんですけど、速乾性が高いです。こちらの赤い温度の、温度じゃないですね、赤いモードのエアリーモードの方が温度が少し高くなっております。はい、こんな感じになってます。裏側は光らないですね。はい、まあでも見た目もおしゃれで、はい、あれですね、バイオプログラミングとかもそうでしたけど、これもここに何やったかな、ハニカム構造みたいなのが入ってて、すごいですね。ここからなんかちょっとええ感じのやつが出るって言われてるんですよね。はい、で髪の毛に優しいみたいな、はい、うんうんうん、また後ほどね。はい、ボタンの種類が分かるんでモードって押してもらうと、うんうん、結構強いですね。強いね。ハイモードですね。ローでクール。押し込み式なんで、もう押していくとどんどん進んじゃいます。でもう一個ここに多分センスっていうボタンがあるんで、よいしょ、ここを押すとこうやって光ります。フェンシングって書いてあるのかな。よいしょ、でもう一回上げるとこっちが動いて、モイストからボリュームアップに変わりました。へえ、なんかいろんなモードがあるんだよね。すごいですね。うん、でよいしょ、このドライヤーはなんか温度を感知して、なんかちょっとこう出るドライヤーの熱をコントロールして、頭皮とか髪の毛に到達する温度が60度にいかないようになったかな、あんまり熱くならないようにできてるらしくて、それが髪の毛をきれいに乾かしてくれる秘訣。まあ言ったら結構美容師さんが実はあったかい風冷たい風って使い分けてるんですけど、まあ、それを1台で勝手にやってくれるみたいな感じのドライヤーって聞いてます。空のペットボトルとドライヤーで風力風速、まあなんかいろいろ言われてるんですけど、まあまあ単純にそのドライヤーの風がどこまで届いて、でその届いてる風もちゃんと威力がある状態で届いてるのかっていうのを検証したいと思うので、ドライヤーを置いた状態でスイッチを入れて、ペットボトルが動いたり倒れたりする、まあ、一番こう遠い距離っていうのを比べていこうと思います。でどれが一番強いかなっていうのが分かったらいいなと思います。はい、ご覧ください、どうぞ。では早速、はい、検証していきます。で今回はドライヤー、まず
スタートで置いておく位置、こちらで決めております。であちらにペットボトルを用意しております。で早速電源つけていくんですけど、全然やね、はい、全然やね、少しずつ近寄っていきます。だいぶ近づいてるけどね。はい、あ、動いた。はい、じゃあストップ。地味。でもノビーはこの距離ですね。はい。じゃあここがノビーです。はい、じゃあ続きまして、レプロナイザー 7D プラス。でも早速電源つけていきます。ここはさすがに難しいですね。遠いんかな。そうだね、揺れてないね。じゃあ寄っていきます。もう揺れる。もう揺れる。もう揺れる。もう。オッケーかな、この辺かな、この辺ですね、うん、この辺だね、この辺ですね、よし、結構グッと差が開くね、はい、よいしょ、じゃあここが 3D プラスです、 3D プラス、よいしょ、いきます。あ、揺れてる揺れてる、すごいですね、すごい、あ、もうちょい、あ、でもここですね、ここですね、またグッとグッと離れましたね。スタートからもうすでに揺れるぐらいはあっての、おう、スタート、はい、スタートないんで、よいしょ、よっ、スタートないから、ここかな、ここですね、はい、よっ、よ、まさかの、まさかでした、まさかでしたね。一番風速強かったのがリファ、うん、はい、でホリスティックキュア、うん、7D、うん、3D、うん、で大きく離れてしまって伸びという結果になっております。まあね、はい、あくまでどこまで届いて、その届いたところである程度こうパワーを感じれるかっていう検証なので、はい、こういうだからパワーがあるドライヤーが嬉しいのってやっぱロングのお客さんとかかな。そうですよね。ね、うん、多分こう長い人とかってあっちこっち振ったりとかできないし、長い毛先までこういちいちこうやるのも多分大変やから、わーってやってたら、はい、いけるのは風量多い方がいいかな。そうですよね、うんうんうん、風量がこう大きすぎても逆にこうまとまりにくかったりして使いにくいというお客さんも いてるんですかね。あ、いてるんじゃない。美容師さんでもあのブローができないって言って使えないっていう人がいるぐらいって聞くんで、うん、一般の方だったらほんまにバーって乾かすのも早いけど、多分整えるってなると難しいんだよね。うん、風速がすごければいいっていう問題ではないという、そうだね、ことですね。まあ、各メーカーローとかそういうなんかセンシングとかなんかこう緩やかなモードもあるから、まあ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 それだけじゃないけど、まあ一個こんな結果になったってことね。はい、じゃあ次の検証いきましょう。いきましょう。続いての検証です、まあ、ベタなんですけど、はい、ウィッグ、マネキンですね。こいつのこのここだけ濡らして、僕らが乾かしちゃうとどうしてもこう美容師なんで技術の差とかが出ちゃうので、同じ人がやってもちょっとムラがあるかなと思うんで、ちょっとある機械で固定してこう当て続けてみようと思います。どれぐらいで乾くのか、乾いた感じはどうなってるのかっていうのを、まあ、ちょっとでも見てもらえたらなと思うんでやっていきたいと思います。
少しこう束になって気持ちしけてんのかなってところはちょっと残ってますね。そうですね、思ったよりは何やろ、そういう良い系ドライヤーではない割には結構まとまってるというか、うん、バサバサじゃないなと、はい、まあ、風が優しい分も関係してんのかな、意外とこんだけまとまるんやって結構、うん、僕らもびっくりです。どうでしてて、あ、手触りはでも確かにいいですね、うん、どうしても風量が強いから毛がこうあっちゃこっちゃ散らばって乾いてるんで、その整ってない感じはね、もうこれはもうしょうがないことだと思うんですけど、毛一本一本の質感とかは全然、うん、全然良さそうですね。良さそうです、うん、これがバイオプログラミングバイオプログラミング素晴らしい。いやでもやっぱ綺麗ですね、いいですね、ネプロナイザー、ネプロナイザー、はい、うん、まあでも正直やっぱセブンディの方が若干、うん、触り心地は若干違います。毛先の方が特に、うん、気持ちそうだね、伝わるといいんですよ、ね、そうだね、これ動画でちょっとつながりにくいかもしれないですけど、触ったら分かるレベルかな、女の子やったらすぐ分かるんちゃうかな、やっぱ 3D よりは 7D の方が良さそうですね。良さそうですね、はい、うん、意外でしたね、意外でしたね。風力風速は強いんで、いやでも手触りは悪くないかな、もうでもそうですね、うん、結構毛先まで均等に滑らかな手触りになってますね、うんうん、こどうしても風力強いから散らかすというかバーって固定してるとねなってるんですけど、はい、全然毛羽立ちも悪くない状態ですし、ちょっとでも気になるのはあれですね、バイオプログラミング系の方がなんかこうこういうところもちゃんと乾いてた感じがあるけど、あ、そうですよね、やっぱちょっともう分けてあげないと、分けて直接当ててあげるとここが乾かない感じがしたのがやっぱりこう違うのかなって思った、うん、風速だけじゃないよっていう、そう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 、はい、あ、結構でも他のドライヤーと比べるとしっとりしてる感じがちょっと強そうな感じはしますね、あ確かにそんな気は、でも思ったよりはやっぱりこうそのさっきの風量のパフォーマンスで言った時に一番すごかったのにね、はい、意外ですね、うんうんうん、ちょっと総括をしていきたいと思います。はい、じゃあまずノビーからなんですけど、結構僕らよく使ってるドライヤーなんで、そうですよね、あれだったんですけど、風力もそんなにこう強い印象はなかったし、乾くのも、まあ、もちろんあれはあくまで検証一例だったんで10分、はい、うん、それでもちょっとっていう感じだったんですけど、乾かしやすさで言ったらちょっとどうかなって感じだけど、まあ値段もそうですね、安いですよ、結構安いです、定価は多分1万円しないぐらいなんですけど、探したらもしかしたら5000円以下あるところもあったりするんで、まあ、そういう意味では今並んでる中では一番コスパがいいし、軽いグラム数はそんな変わらないんですけど、こう持った時のこう軽さがちょっと気持ちやっぱり軽いかな、余計なもの多分入ってないやろなっていう感じの作りなんで、まあ、シンプルだし結構壊れることもね少ないですよね、はい、そうですね、うんうん、ただまあまあ基本的なドライヤーとして、お買い求めいただくのもいいんじゃないかなっていう。続きましてレプロナイザー 7D プラスですね。もう価格が圧倒的に他のドライヤーを群を抜いて、うんうん、はい、ちょっと素晴らしいお値段しますけど7万2000円に商品って8万円ですね、うん、もう貴重品やんっていうお値段なんですけど、うんうんうん、まあ、でも一番乾くのも早かったし、はい、乾き上がりの質感もうすごい良かったですよね、うん、あと何と言ってもやっぱり見た目かな、僕は結構高級感、はい、なんかいいドライヤー使ってるっていう感じがするっていうのはちょっとこう高揚するっていうのもあるのかなと思うんで、はい、
結構高級志向とかそういう上質志向な女性の方は余裕があればぜひ使ってみてほしい。そうですね、結構シンプルなのもいいですよね。このボタンがねもう 1,2,3 段階の風速しか変えれないっていう。確かに確かに、はい、他のやつはなんかねいろんなモードみたいなのもあったりするんでちょっと難しいところもあるんですけど、ある意味シンプルですね。そうですよね、うん、いやもうさすがって感じですね、うん、レプロナイザー 3D プラス意外といい仕事してましたよね。そうですね、やっぱり、まあ、あのこの間に結構もう何種類かは一応出てたんでかなり旧型、まあ、僕らからするとこのドライヤーシリーズが出てまだ新しい方のイメージはあるんですけど、結構ここのメーカーさん次々ねどんどんどんと出していくんで、はい、十分使えるなっていう印象。もちろん乾くのも全体的に言ったら2番目に早かった。そうです、ね、ってなるとさっきの 7D プラスに比べると、まあ、見た目もまあ白でちょっとこう高級感あるかっていうとね、僕もさっきガンダムみたいって言うんですけど、はい、ガンダムみたいなんですけど、まあ、見た目の好みとか操作性もね従来のドライヤーと同じぐらいのボタンなんで使いやすそうだし、価格を抑えてちゃんとこうパフォーマンスを取ると思った時に 7D は難しいなって方には良さそうだね。良さそうですね、うんうん、まあ、ちょっとこうバイオプログラミングっていうその技術をどんなものなのかって試してもらうにはまずはいいのかなっていう。バイオプログラミングって何？バイオプログラミングっていうのはめちゃくちゃ細かいんですけど、量子学っていうものが元になってできているこう技術、簡単に言うと髪の毛のこう成分、まあ、タンパク質メインできてるんですけども、その周りに水分子っていうものがタンパク質だってこう囲ってます。こんな感じで、うんうんうん、で通常ドライヤーはこう熱を当てるとその水分子を壊していって、で髪の毛が傷んでいくっていう、まあ一つ原因としてあるんですけども、うん、バイオプログラミングは遺伝子ごと活性化をさせる技術、水分子を活性化させるんですよ、うん、衰退じゃなくてさらに良くしていくっていうドライヤーで話題を得てます。ホリスティックキュアーズ、まあ、結構ノリの次ぐらいに軽いんですかね、うん、バランスもなんか良さそうだったよ ね、 なんかね、結構僕個人的に黒いドライヤー好きなのでなんかいいなっていう感じをするんですけど、確かに確かに、でこのドライヤーは育成光線テラヘルツ波っていうものがここからこう出てます、うん、そいつが何ぞやっていうことなんですけども、育成光線っていうと電磁波の中の赤外線の中にある一種の光線って言われてて、さっきのタンパク質の周り の、 その水分子を活性するのとちょっと似てるんですけど、まあ、細胞自体に働きかけて活性してくれるっていう風に言われてるっていうものだったと思います。乾かし方として面白いのは、普通のこう風力とか熱とかだけで乾かすんじゃなくて、水分子をこう揺らして自分でこう蒸発させるっていう運動を与えてあげることができる電磁波らしいんですよ。なんでそれができると、まあ、温度がなくてもドライヤーの風量がなくてもそれなりに乾くっていうのが持っていけるんで、もしかしたらこれ今日ねあの検証したのは一番ハイのモードでやってるんですけど、ローでやってもそこまで変わんない感じで乾かせるかもしれない。すごいです、まあ、逆に言うとこう髪の毛こう細毛だったりパサつきやすい人とかであんまりこう強い風で乾かすと収まり悪いなっていう人は、そういう選択ができる方が乾かし早くて綺麗に乾くかもしれないなっていうのは思いますね。最後ですね、はい、リファ、もう見た目はでも確かにフェイスローラーのメーカーだけあっておしゃれで高級感ある感じなんで良かったんですけど、思ったより、ね、思ったより乾くのがそんなには意外ですね、早くなかった、ね、まあもちろんこれも全部 の、 あのドライヤーに言えるんですけど、やっぱりこう検証条件は一応整えて、でなるべくちょっとこう乾きの悪いところにちょっとだけ風向を変えるとかはしてるんですけど、まあ、それでもちょっと思ったより気持ちちょっと遅いのかな。ただまあ乾かし上がりの質感は全然良かったんで、さっきの 3D とかも魅力的に感じちゃうかな。そうですよ、ね、とかって思っちゃうな。でもこいつのいいところはセンシング、他のやつとかは電磁波系よく分かんない光線が出てる感じのやつなんですけど、こいつは髪の毛とか肌表面の温度がある一定以上にならないようにちょっとこうセンサーで感知してドライヤーのこう熱を使い分けるっていうところは賢いんで、まあ、美容師さんが乾かした乾かし上がりっていうのは手に入るかもしれない。それはすごい魅力的かな。リファ使ってる人からするとちょっと信頼厚いよね。そうですね、確かに色が4色ぐらいあって、そんなった、そうなんです、ね、ピンクとか黒もあるんですかね、あら、あとシルバーのホワイト、じゃあそういう色も選べるっていうのはちょっと ね、 いいですね。どうでした、どうでした、ドライヤー全部いいですよね。でも、なんかそれぞれ良さが多分あると思うんで、はい、ね、髪の毛きれいにしたいっていうのもなんかどういう理由でも、まあ、ちょっとずつ
なんていうかな、傷ませないように育てていきたいとか、お肌も綺麗でいてほしい。見たらドライヤーって顔の近くで使うもんだから、こう乾燥するとかって気にする女性の方多いんじゃないかなと思うんで、そういう人とかはね、やっぱりこうバイオプログラミングとか、さっきの育成光線系のやつってお肌にもいいんですよ。ね、はい、だから使える方がいいなって思うけど、でもちょっとやっぱり高級だなと思ったら、まあランク下げて 3D にするとか、はい、あのリファさんのところも全然十分綺麗に乾いたから、はい、そういうのにするとかで、うん、やっぱりコスパ考えた時に圧倒的にノビーはやっぱり安い、うん、手に入る可能性が高いんで、まあ、ガシガシ使えるし、こういいものだから気をつけて使わないとっていうのがストレスになるぐらいだったら、そういうのもね、そうですね、ありだよね。身の毛のこう乾いた時の綺麗さとか乾き方っていろんな条件があるんで、まあ、今回のこのドライヤーの検証っていうのはあくまで参考にしてもらえたらいいなっていう内容になりますので、はい、まあまあまあ検討中のドライヤーとかがあったらぜひ参考にしてもらって、この動画の意味っていうのが出たら嬉しいな。そうです ね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。他のメンバーの動画もぜひ参考にしてください。リカちゃんの髪の毛切ってるらしいよ。すごいっすね。やばいよね。カラーもしてます。はい、染まるんだ。はい、